まあ、花井涼さん、なんか昔から結構あるようなエピソードですよね。例えばマスコミとか、広告系の会社に行こうとしたら奇抜なことをやる人が合格するっていうのは昔からね、まあ信じられていたんですよ。で、実際そういうことがたまにありますんでね。でも今回の花屋さんのエピソードってのは、なかなかこれからの時代に合ってるんじゃないかなと思います。で、基本的に勉強とか試験を突破することが上手な人っていうのを、まあ、あの企業っていうかね、多くの人は求めてるんですよ。だから勉強も突破できないし、試験も苦手っていう人は誰からも求められないんですよね。そういうことを考えると、学歴偏重主義はこれからも一定数続くと思うんですよ。で、それを基本としてこの世の中動いてくると思います。やっぱりね、中学、高校、大学と進んでいただくっていうのは一定の信用をそれで勝ち取ることができるんですよ。で、特に今大卒で固めてる会社が多いですから、なるべく自分と同じ出身校、自分が受験したことがある学校、自分が試験に、落ちちゃった学校、なるべく縁のあるところから取りたいっていうのは無理からぬことかなと思います。そしてできれば自分の活動していた部活、こういったところから後輩取りたいなと思うんで、直接面識がなくてもね、お前同じ学校の同じ何部活じゃんって言ったら、それだけで通っちゃったりするのも一つの運なんですよ。そう考えると、やっぱり部活ってやってたらね、いろんな意味で有利だと思いますし、部活をやることによる信用っていうのもやっぱり現実にあるんですよね。もちろん部活じゃなくても大学で起業してましたっていう風な人がいるとしたらね、もしかしたら採用されるかもしれないですね。あ、俺も大学の時ちょっと会社みたいなことやってたんだよねみたいなとかね、共感を呼ぶってことですよね。で、YouTuber として活動していて、まあ、再生数は少ないんだけども、憧れのね、まあ、車をずっとフォーカスしていて、取材して動画にまとめているそんな YouTuber さんがいらっしゃって、その方がね、自動車メーカーに面接に行ったらしいんですけども、私は車が好きで、で、御社のメーカーの車が好きで、こうやって動画の編集してるんですって言ったら、再生数は少ないけども、いや、そういう人に来てもらいたいよねってことで採用される例もあるんですよ。もうそこには学歴っていうのは一応あったんですけども、関係なかったんですよね。で、他の面接の人は大学でどんなことをしていたかとかね、どんな実績があったか、どんなグループを作っていたかって話をしたんですけども、まあそれよりも選ばれたってことなんですかね。で、これ何が言いたいかっていうと、基本的に試験とかが得意な人とか、それから勉強がね、得意な人、こういう人がね、やっぱり信用されて採用される例は多いんですよ。これは大量生産とか大量消費の時代、右肩上がりの時代に、代わりの利く人をたくさん必要としていたんですよね。例えば50人とか100人バーンと採用します。2人3人かけても大丈夫ですよっていう状態を作ることによって、同じものをたくさん作る会社の維持をしていたんですよ。でも時代は変わってきました。今はね、どっちかっていうと徐々にこの人にしかできない、そんな人を50人採用したいんですよ。50通りの部門、50通りの専門職を持った人をそれぞれに雇いたい。その代わり辞めないでほしい、なんか続いてほしいんですよね。これがいわゆる代わりの効かない人の参加による会社の変化とか新陳代謝を求めてきたってことなんですよね。だからそういう中で、例えば何十人の方がね、面接を受けに来た、その中でマジックをやりますみたいな形っていうのは、この試験を突破するためにライバルを見ていたら同じところの延長線上でダメだってことに気づいて変化球を出してきた、そういう発想が必要なんだよなって形で期待して採用されたのかもしれないですよね。特にマスコミとか広告っていうところは、その今与えられている状況で何がベストかっていうことを編み出して自分なりの回答をね、作り出す人っていうのが求められるんですよ。学校で教わったこととか試験に出ていたことを丸暗記していたんで、まあ何ですかね、試験に出る英単語じゃないですけどね、試験に出そうな対策を立ててきた人には限界があるってことなんですよ。そうではなくて、それも当然してもらいたいんだけども、でも思いもよらないようなトラブルや出来事があった時にどう臨機応変に即興で対処するかってことを見て可能性を見出す時代に入ってきたんではないかなと思うんですよ。でもやっぱり今までの慣例もあるし、これからのね、拭いがたい現実があるんで、やっぱり重ねて言わないといけないのは、学歴のない人はね、信用されないんですよ、なかなか。それはやっぱり学歴ってものに関してそれを突破してきた人が今の社会を作ってるっていう、そういう土台があるんで、それは仕方がないです。まあ、ですんで、これからね、学歴がないんだけどもすごい人みたいなのがもっともっと出てくると、あ、学歴関係ないよねって形になると思います。
でも現実は学歴がある人が実績を作っちゃうんで、やっぱ学歴がないとねっていう風になってきて、その壁は壊れないんですよ。だからぜひね、まあ花龍馬さんだけではないんですけども、まあ、学歴がない人って実は少数派なんでね、今中卒ってのはそんなに大多数じゃないですからね、ほとんど 99.9% が高校を進んで卒業しますんで、で大学卒も大体大学に進む人も 50% なんで、まあ、多数派とは言わないんだけども、うん、まあ2人に1人は大学進学するよねと。でそのうちの何割かは卒業までするんで、結局はね、マジョリティなわけなんですよ、大卒ってのが。で大学卒じゃないさまざまなコースってのが少数派でたくさんいて、全体としては大卒以上の数になるんだけども、でも少数派がたくさん集まってるってことになるんで、うん、希少価値はあるんですけどね、うん、これからあれじゃないですかね、学歴に関わらずに優秀な人がどんどん出てきたりとか、うん、新しい時代に合った人材っていうのは学歴の外にあるんだってことでね、信用されていくと思うんですよ。で、今日の話をまとめるとね、自分自身のアイデンティティなんですよ。自分はなんで自分たらしめているのか、自分にはどんなね、他者にはないような経験や発想や能力があるのかってことをきちんと見せていく、それが試験の場、就職面接の場、人との出会い、交渉の場になってくるよってことなんですよ。ね、私はね、自分のことを言いますけども、このインターネットの中で収入を上げているものとして、私の特徴としては、アフィリエイトのトップランカーだったということ、うん、そして、隠居というブランディングであること、YouTube のアップロード本数が1万本を超えていること、まあ、この3つ挙げても、どれを取っても多分少数派の方だと思うんですよね。うん、でもインターネットをやって一番の多数派ってのは、やったりやんなかったりって人なんですよ。これ信用されないですよね、やったりやんなかったりとかね。まあそれじゃあちょっと厳しいかなと、うん、とりあえずは継続して発信し続けること、インターネットでは結局アクセスを稼げてるかどうかだけが評価の対象なんでね、アクセスが稼げない人っていうのはいわゆる存在してないのと一緒ですから、うん、毎日出勤するわけじゃないんでね、出勤を例えて言うとYouTube の世界で言ったら動画を何本出しましたかってことですよね、きっとね。出勤回数が多い人と少ない人でどっちが求められてるのかってことは一目瞭然であるし、出勤回数少ないんだけども1回でね10万回とか100万回とかっていう動画が作れれば、出勤回数が少なくても売り上げは大きいよねってことで本当に優秀になりますけど、なかなかそうはいかないですよね。だからね、やっぱりね、これから自分のアイデンティティが何になるのか、自分の個性がどこにあるのかってことをしっかりと認識して、それを発揮していかないといけないかなと思いますよね。で実はね、これね、昔からあったやんみたいなこともあるんですよ、結局。中学高校でグレてるやつって言いましたよね。でそいつが今どうなってるかっていうと、結局どんな状況でも生き抜くような人物になってることが多いんですよ。グレたやつがもうどこにも採用されないから、就職とかできないから、自分でバイク屋始めましたとかね、自分でなんか商売始めましたとか言ってね、それで一国一城の主を気取ってるみたいなことが結構あるんですよね。まあ、そうなると対外交渉でやっぱり物を知らないと話聞いてくんないなと思ったら、初めて自分に必要な勉強をしだすんですよ。だから言葉も覚えるし、悔しさにも耐えていけるし、信頼を勝ち取るために袖の下をやったりとかもするっていうね、あの手この手で生き残っていくんですよ。しかもグレたやつってのは人間関係作るのが結構上手なんですよね。グレた者同士でなんかつながっていって、おお俺そいつ知ってるよみたいな感じで、まあ根回しも上手ということですよね。だからそう考えていくとね、グレた人ばかりをクローズアップするわけではないんですけども、まあ、私の時代、昭和40年代とか50年代ってグレてる人って少数派だったんですけども、アイデンティティの発揮だったんでしょうね、きっとね。よく言えばですよ、まあ、人に迷惑かけちゃったり暴力したりとか物を取ったりするのは良くないんですよ。それはその面だけ見れば悪いことですけども、全体的に見て組織に馴染まないっていうのは、自分のアイデンティティがその時からはっきりしていたってことなんでしょうね。ではっきりしてない人はみんなと同じような行動をとりあえずするんですよ。そうすればまあ安心なんで安全ですしね、まあ、だからみんなが高校進学するといえばするし、大学目指してるような人のいる環境では自分もまあ行くかなみたいな感じで、自分の意思のようであって周りの同調圧力と、まあ、大量選択ですよね、多くの人が選択するコースにとりあえず乗ってみて、それからまあ徐々に決めていくって形だったんで、スピードが遅かったのかなと思うんですよね。でそうなってくると、20代でね、家のローン組んで終身雇用みたいなことをやっている人ってのは、今私の年代になってくると40代50代になってくると、その終身雇用とか崩壊して会社がなくなっていって、
ローンの返済どうするみたいなことになると中古市場に家や車が溢れてくるっていう風なね、うん、大量に生まれてきた同じような人が代わりの利く人なんで放り出されて代わりの利かない人だけで、まあ、あの二極化の上層部が固められてしまうってことが今起きてるのが現実なんかなと思いますよね。はい、それで全部をまとめるとね、やっぱりね、花よりもさんのように試験を突破する、うん、その発想っていうのはすごく大事だと思います。素晴らしいんじゃないですか、その経験は。とにかく自分のアイデンティティは何なのか、他の人は挫折するんだけども俺は挫折しないぞみたいなものを持っているってことが、うん、これからの時代の扉を開けるんじゃないかなと思います。それでは。